岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツ、セパ交流戦2回戦の模様をお送りいたします。ホークスの先発は右のバンデンハーグ、対するジャイアンツの先発は左の内海、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは長野。背番号7、第9、投げました、見送ってストライク。第2球インロー、外れてボール、ここはよく選びました。カウント1ボール1ストライク、投げました、アウトロー際どい球、ボール、カウントは2ボール1ストライク、投げました、流し打ち、ファール、追い込んで投げました、打った、流し打ち、内野ゴロ、内川一塁キャンバス踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9、投げました、インロー際どい球、ボール、バッターよく見ました、投げた、見送ってボール、完全なボール球、カウントは2ボールノーストライクです。直球見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、痛烈、いった、いった、入った、入った、ホームラン、第6号先制ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを狙い打ち、チームメートが迎えます。バッターは3番坂本。ショートストップ坂本、背番号。第9、投げた、初球決まってストライク、いきなり150キロ。第2球完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、カウントは1ボール1ストライクです。アウトコース低め、空振り、タイミング合いません。次が4球目、投げた、150キロ直球、空振り三振。バッターは4番阿部。第9、投げた、初球見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球打った、鈍いゴロ、本田ボールを掴んだ、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ジャイアンツ先制点を挙げています。1回の裏、1点を追いかけます。ホークスの攻撃、トップバッターは中村。第9、投げました、ボール、投げました、引っ張った、切れていきます、ファール。第3球を投げました、ボール、これは完全なボール球、カウントは2ボール1ストライク。4球目空振り、さあ5球は5球目、投げました、打った、当たり損ない、坂本取った、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番本田。第9、ボール。第2球投げた、打ちました、セカンド左へのゴロ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは柳田。第9、投げた、危ない球、投げた、スラーブ見送ってストライク。第3球流し打ち、どうだ、村田バックしていった、ファールボール。第4球を投げた、打った、センターへ持っていった、ヒットになります。柳田ナイスバッティングです。さあ、2アウトから同点のランナーが出ました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9、投げた、低めいっぱい、ストライク。投球これから2球目、これはストライク、キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。柳田今シーズン14個目の盗塁を決めています。第3球を投げました、インハイ際どい球、ボール、
これはわずかに外れています。カウントはワンボールツーストライクです。ボール、カウントツーボールツーストライクです。第5球投げました。打ちました。レフトフライ、飛距離は取りました。これでスリーアウト。宇都宮2アウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。1回が終了しまして1対0、ジャイアンツ1点リードは2回の表。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターはギャレット。投げました。決まってストライク。いきなり150キロ。初球空振りから投げました。ボール。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。投げました。3球目ストライク。投球これから4球目。危ない球。第5球投げた。打ちました。いい当たり。ピッチャー返し、抜けた。ギャレット、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは6番村田。第9投げた。インコース低めストライク。第2球投げた。アウトサイドストライク。早くも追い込まれています。パーソナルなをちらっと見て151キロ直球、空振り三振。村田全くタイミングが合いません。第9初球はストライク。第2球投げた。見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球ストレート見送ってストライク。投球これから4球目。打った。右中間へのフライ、取りました。ボールは中継。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9インコース低め、ストレートは外れてボール。さあ次の投球、アウトロー空振り。第3球を投げた。ストライク。少し迷ったか。第4球を投げました。151キロ直球、空振り三振。太田スイングアウトの三振。2回の表が終わって1対0、ジャイアンツ無得点で終了です。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者長谷川。第9投げました。インコース高めストライク。第2球投げました。あっと引っ掛けた。ファースト前方のフライになりました。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番松田。第9外れた。ボール。第2球投げました。見送ってボール。カウントはツーボール。第3球を投げました。3球目ストライク。第4球は打った。これは強烈、入れば同点だ。さらに伸びていく。ホームランだ。ホームラン。第10号同点ホームラン。レフトスタンドへ吸い込まれていった。出ました、このパフォーマンス。バッターは7番江川。第9投げた。ボール。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。打ちました。ファール。第5球投げた。打ったに当たりだ。クリーンヒット。江川ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。第9投げました。決まった。ストライク。一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回一塁へ牽制球。第2球投げました。2球目ストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。
投げました。インローの直球はボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。ボール。カウントは2ボール2ストライク。ファーストランナーをちらっと見て投げました。打った。第6球を投げた。ボール。アウトローへ。フルカウント。第7球を投げた。変化球。見送ってフォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。第1球投げた。ツーシームはボール。これは完全なボール球。投げた。スクリーン見送ってストライク。第3球を投げた。ストライク。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチはセーフ。第4球を投げました。外角高めへ外れてボール。カウントは2ボール2ストライク。さあ投球は5球目。空振り三振。打順は1番に帰って中村。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。まずは二塁牽制。二塁タッチセーフ。第1球初球空振り。タイミング合いません。さあ次の投球アウトロー。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。流し打ち。スタンドに入りました。ファール。追い込んでから投げました。ボール。わずかに外れました。カウントはツーボールツーストライク。第5球投げました。打ちました。ライトへ持っていった。ヒット。中村いいバッティングを見せました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第1球投げました。初球決まってストライク。まずは決めてきました。1球目ストライクから。2球目空振り。タイミング合いません。第3球を投げた。打ちました。ボテボテのショートゴロ。ショートから二塁送球。アウトです。二塁フォースアウト。スリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして1対1ジャイアンツ。この回1点奪われ同点とされています。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。トップバッターは立岡。第1球投げた。初球空振り。145キロストレート。第2球投げた。打った。痛烈な当たり。本田ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。第1球投げた。1球目ストレート空振り。伸びのあるストレート。第2球投げた。インロー際どい球。ボール。カウント1ボール1ストライク。投げました。打ちました。痛烈。抜けた。長野ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。第1球外れた。ボール。さあ次の投球見送ってボール。カウントは2ボール。投げました。インハイ見送ってストライク。投げました。打ちました。さあ投球は5球目。打ちました。いい当たり。ボールはレフトへ飛んでいきます。取りました。ちょうどハーフウェイから1塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第1球投げました。初球落ちました。二塁送球。ここは守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって1対1同点です。ホークスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番柳田。第1球速球ストライク。アウトローへ。第2球危ない球。投球は3球目。投げました。低め。スラーブ外れてボール。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。打った。ファウルボール。第5球投げた。打ちました。ファール。第6球を投げた。速球空振り三振。まずは三振に切って取りました。第1球投げた。決まってストライク。第2球投げた。アウトコース高め外れてボール。カウントは1ボール1ストライクです。
投げた、打ちました、当たり損ない、クルーズボールを取る、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH の長谷川、第1打席はファーストフライに倒れています。第9決まった、ストライク。第2球投げました、内角ボール球打った、クルーズ交代、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ヤフオクドームよりお伝えしています。福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツ、3回まで終了しまして1対1、現在ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは阿部、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9投げました、初球外れてボール、投げました、ストレート見送ってストライク、投げました、打った、右中間へのフライですが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番ギャレット。第9決まった、ストライク、まずは見送りました。第2球ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、打った、流し打ち、フラフラっと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番村田、今日の第1打席はスイングアウト、投げた、完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球、投げた、インコース空振り、少し迷ったか。投球はこれから3球目、打ちました、ライトへ上がった、掴んで、これで3アウトになります。ジャイアンツ三者凡退に倒れました。4回の表が終わって1対1同点です。4回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松田。第9投げた、初球を打った、サード前方のフライになりました。村田落下点に入った、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番江川、これが2度目のバッターボックス。投げた、初球から打ってった、クルーズダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9投げました、初球に送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク、投げました、空振り。第4球はボール、大きく外れました、カウントは2ボール2ストライク、投げました、低めボール球打った、ギャレット掴んだ、宇都宮取ってアウト、スリーアウトチェンジ。宇都宮三者凡退に抑えています。4回の裏が終わりまして1対1、現在同点です。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは上、第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げました、打った、これはヒットになります。上、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは指名打者太田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、もう一回ここで、あーっと、ボールはセカンドへ、記録はファーストのエラー、ファーストのエラーです。第9投げた、ストライク。第2球、あーっと、ショーフライになった、取りました、送りバントは失敗に終わりました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9ストライク。第2球投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。セカンドランナーちらっと見た、投げた、1球外してボール、大きく外れました、カウント1ボール2ストライク、投げた、ボール、外角高め、平行カウント。第5球投げた、アウトコース低め、ボール、カウント3ボール2ストライクです。打ったに当たりだ、あっと左中間、どうだ、ヒット、打球が転がっている、ボールは中継、ジャイアンツ1点リードに変わりました、2対1。
先ほどヒットを放っている長野。第9流し打ち、どうだ、ファウルボール、振り返って二塁牽制球。第2球投げました、まっすぐ見送ってストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げました、打ちました、打球はファースト後方、内川下がって掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、外側決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、アウトコース、ナックルカーブ外れてボール、完全なボール球、カウント1ボール1ストライク、直球ストライク、インハイへ追い込んで投げました、打った、痛烈な当たり、抜けた、クルーズナイスバッティングです。ジャイアンツなおもチャンスが続いています。ランナー2人を置いて迎えるバッターは坂本、今日は三振とショートゴロ。第1球投げた、ストライク、初球ストライクから外角低め、ボール、これは完全なボール球、カウントはワンボールワンストライクです。外角ボール、はっきりしたボール球、カウントはツーボールワンストライク、投げた、打ちました、破っていった、ボールは中継、ジャイアンツさらに点追加、3対1。バンデンハーク降板、右の森、今日2番手としてマウンドに上がります。ツーアウトランナー1塁2塁となりまして、阿部、今日はセカンドゴロとライトフライ、まずは2塁牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ。第1球投げた、決まった、ストライク、タイミング合いません。1球目空振りから第2球打った、クルーズ一気にホームへ、ボールは中継、ジャイアンツさらに1点追加。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、ジャレット第9球投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球ボール、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、インコース高め、空振り三振。5回の表が終わって4対1、ジャイアンツ3点勝ち越しです。ホークス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番今宮、今日の第1打席はスイングアウト、アウトコース低めストライク。第2球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、外の球、空振り、少し迷ったか。追い込んでから第5球投げました、外れた、ボール、カウント3ボール2ストライクです。投球はこれから6球目、空振り三振、まずは先頭バッター三振に仕留めました。第9球ストライク、さあ次の投球、投げた、打った、引っ張った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。中村、いいバッティングを見せました。バッターは2番、今日はセカンドゴロとショートゴロ。第9球投げた、スクリューはボール、まずは低め、完全なボール球。第2球投げた、ツーシーム見送ってストライク。第3球を投げた、空振り、追い込んで第4球を打ちました、ヒットになります。ボールは中継、本田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第9球投げた、ボール、まずは低め、
さあ次の投球、見送ってボール、カウンターツーボール。第3球を投げました。外、外れてボール、カウンタースリーボール、ノーストライク。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。もう一回ここで二塁へ牽制球を送ります。第4球を投げました、見送ってストライク。第5球投げました、ここはフォアボールになります。これで満塁です。バッターは4番内川、今日はヒットフライとセカンドゴロ。投げました、見送ってストライク。第2球投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。第3球スラーブはボール、インローへ、カウントはワンボールツーストライクです。第4球を投げた、ボール、カウントツーボールツーストライクです。第5球投げた、ツーシームはボール、カウントスリーボールツーストライクです。次が6球目、流し打ち、ヒット、本田三塁回った、ボールは中継、ホークス2点返しました。内川タイムリーヒット、ジャイアンツなおもピンチが続きます。ジャイアンツピッチャー交代です。宇都宮降板、マウンド上ピッチャーは乾、今シーズン初のマウンドに上がりました。バッターは DH の長谷川、今日はファーストフライとセカンドフライ。第1球ストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから、危ない球。第3球を投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。坂本軽快な守備を見せました。アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツダブルプレーでピンチをしのいでいます。5回の裏が終わりまして4対3、ホークスこの回2点を返しています。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは村田、今日は三振とライトフライ。初球スローカーブ、空振り、スローカーブに全くタイミング合いません。投げた、ボール、膝元外れます。カウントワンボールワンストライク、完全に外れた、ボール、大きく外れました。カウントはツーボールワンストライク、打ちました、スタンドに入りました、ファール。追い込んでから第5球、危ない球。投球はこれから6球目、スローカーブ、外れてフォアボール、先頭バッターフォアボールで出塁します。森、降板、マウンドに上がったのは森福、今日3番手としてマウンドに上がります。バッターは7番亀井。第9投げました、ボール。投球これから2球目、決まった、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、高速スライダー、ボール、完全なボール球、ツーボールワンストライク、バッティングカウント。あーっと、ショーフライになった、これはキャッチャー間に合いません、ファウルボール。投げました、アウトロー、高速シュート外れてボール、これは完全なボール球、カウントスリーボールツーストライクです。打ちました、一二塁間への当たり、本田ボールを掴んだ、一塁へ送る、森福取ってアウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。森福降板、右のセッツ、今日4人目のピッチャーとして登板です。ピンチヒッターは中井。第9見送ってストライク。第2球決まってストライク、タイミング合いません。追い込んで投げました、打ちました、左中間のフライ、レフト線取りました、三塁はこれで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9打った、流し打ち、ファルボール、肩越しにランナー見た、投げました、アウトコース高めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、打った、左中間へ上がった、これはヒットになります。立岡、いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。打順はトップに帰って長野、第9投げた、アウトコース、外れてボール。第2球
変化球ストライク、アウトローへ。少し迷ったか。第3球を投げた、ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、ボール。カウントは2ボール2ストライク。さあ5球目、スローカーブ、ボール。はっきりしたボール球。カウントは3ボール2ストライク。三振。2アウト1塁3塁のチャンスでしたが得点できませんでした。6回の表が終わって4対3ジャイアンツ。現在6回の裏、1点を追いかけますホークスの攻撃。先頭バッターは松田。第9投げた、初球はストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから低め、ボール。これは完全なボール球。カウント1ボール1ストライク。打った、ダイビングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番江川。これが3度目のバッターボックス。第9投げました、縦のスライダー見送ってストライク。第2球投げました、会心の当たり、破った、ボールは中継。江川ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。代打は明石。第9投げました、ボール。大きく外れました。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。第2球投げました、アウトコース高め、空振り。第3球を投げました、外角高め、外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。投げた、ストライク。タイミング合いません。第5球投げた、危ない球。投球はこれから6球目。三振。二塁送球はどうだ、タッチはアウト。盗塁を阻止しました。ヤフオクドームよりお伝えしています。福岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツ、中盤まで終了しました。さあここは守備を変えてくるようです。セカンドクルーズ。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げた、危ない球。ホークスここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。見送ってストライク。第4球を投げた、4球目空振り。次は5球目、高めボール球打った、フラフラっと上がった、セカンドキャンパスの横、取りました。第9初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、完全に外れた、ボール。はっきりしたボール球。カウント1ボール1ストライク。危ない球。さあ4球目、打ちました、いい当たり、ライトへの打球、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番阿部。今日はここまで3打数1安打。第9投げました、見送ってストライク。第2球投げました、危ない球。投球はこれから3球目、ボール。インコース高め、カウントは2ボール1ストライク。投げました、打ちました、レフトの左、ヒット。阿部いいバッティングを見せました。これで今日は4打数の2安打。左バッターボックスにはギャレット、今日4度目のバッターボックス。投げました、初球空振り。第2球投げました、変化球ストライク、インローへ。バッター追い込まれました。第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、内川バックしていった、スタンドに入りました、ファール。投げた、おっとデッドボール。右バッターボックスは6番村田。これが4度目のバッターボックス。第9ストライク。さあ次の投球、ストレートはボール。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げた、外角低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、スローカーブ、空振り三振。満員のヤフオクドーム、そのライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。
7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは今宮。ここまで2打席連続三振。第2球投げた、縦のスライダー決まってストライク。投げました、空振り、追い込んでいます。投球これから4球目。打った、レフトへの当たり、ヒット。今宮ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターはトップに帰って中村。第9球投げました、あーっとショーフライになった、ファール。投球これから2球目、ボール。1球外してきました。第3球を投げました、見送ってボール。カウントは2ボール1ストライク。次が4球目、投げました、インコース引っ張った、クリーンヒット。一塁ランナー三塁へ向かう、中村ツーベースヒット。ジャイアンツ逆転のピンチを迎えます。試合の分岐点となりそうです。ジャイアンツここで前進守備を敷きます。投げました、アウトコース高め、縦のスライダー外れてボール。第2球投げた、空振り。第3球外角高め、空振り。さあ4球目打ちました、ヒットになります。ライト後逸、ボールは中継、乾。ここは踏ん張れませんでした。これ以上離されるわけにはいきません。ジャイアンツピッチャーを変えてきました、乾降板。ここでマウンドに上がったのは西村。今日3人目のピッチャーとして登板です。第9球投げた、直球見送ってストライク。1球目ストライクから。第2球危ない球。第3球を投げた、危ない球。投げた、完全に外れた、ボール。カウントは3ボール1ストライク。セカンド牽制球です。2塁タッチセーフ。第5球投げた、外れた、フォアボール。今日2打点の内川。第9球打ちました、初球打ち、センター方向に持っていきましたが取りました。三塁はどうか、これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9球ストライク。第2球投げました、ボール。カウントワンボールワンストライク。投げました、引っ張った、ファールボール。投球これから4球目、空振り三振。バッターは6番松田、今日はホームランを打っています。第9球初球決まってストライク。まずは決めてきました、初球ストライクから。スライダーボール、完全なボール球。カウントワンボールワンストライク。投球は3球目、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ボール、大きく外れました。カウントツーボールツーストライクです。打ちました、打球は三遊間へ。サードこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして5対4、ジャイアンツ1点をリードされています。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは亀井。投げました、危ない球。第2球投げました、高速シンカーはストライク。投球は3球目、投げました、ボール。バッターよく見ました、カウントは2ボール1ストライク。投げた、打った、セカンド左への打球、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者中井。第1球投げた、直球見送ってストライク。第2球
危ない球。第3球を投げた。外角高め、ボール。カウントは2ボール1ストライク。打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番立岡。今日はここまで3打数2安打。第1球投げた。危ない球。第2球完全に外れた、ボール。2球目も外していきます。第3球はストレート見送ってストライク。第4球を投げた。打ったいい当たりだ。センターへ上がった。センター取って、これで3アウトチェンジ。摂津下位打線を三者凡退、0点に抑えています。8回の表が終わって5対4ホークス1点リードは変わります。ジャイアンツピッチャーを交代します。西村降板。マウンド上ピッチャーは頼れる助っ人マシソン。今日4番手としてマウンドに上がります。第9球まっすぐ見送ってストライク。いきなり156キロ投げました。外高めの速球はボール。カウント1ボール1ストライク。打ちました。センターへの打球ヒット。江川いいバッティングを見せました。右バッターボックスは8番鶴岡。今日最初のバッターボックス。第9球投げました。危ない球。第2球投げました。ボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球ここは振ってきました。ピッチャーが左へ転がした。クルーズ取ってアウト。ランナー2塁に進みました。ワンアウトランナー2塁に変わります。投げました。初球ツーシーム空振り。いきなり150キロ。第2球投げました。打ちました。ピッチャー返し。一塁送球アウト。ジャイアンツなおもピンチが続きます。今日3安打猛打賞の中村。第1球投げた。アウトコース低めいっぱいストライク。キレのある変化球投げた。打ちました。これはいい当たり。打球はそのまま伸びていく。入った入った。ホームラン。今シーズン第3号ツーランホームラン。ホークスファンで埋め尽くされたスタンドに吸い込まれていった。変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発が出ました。バッターは2番本田。第1球投げた。1球目ストレート空振り。いきなり154キロ。投球これから2球目打った。追い込んで投げた。打ちました。投げた。高めボール球打った。サード右横のフライになり取りました。これで3アウト。8回の裏が終わりまして7対4、ホークスリードを3点としています。摂津降板。ベテラン五十嵐今日5番手としてマウンドに上がります。さあいよいよ9回に入ります。右バッターボックスはトップバッターの長野。第9球投げました。ストライク。まずは見送りました。第2球投げました。低め見送ってストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げました。外角低め空振り三振。長野三球三振。第1球打ちました。初球ファウルから投げました。打った。バットが折れた。木戸プロ掴みました。最後のバッターとなってしまうのか。右バッターボックスは3番坂本。ジャイアンツ最後のバッターになるのか。第1球投げました。ナックルカーブ見送ってボール。いいところですが外れています。投げた。決まってストライク。第3球を投げた。危ない球。第4球を投げた。打った。木所余裕があります。レフト掴みました。ゲームセット。ジャイアンツ
悔しい敗戦です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は7-4ジャイアンツ残念ながら敗れました。勝利投手は摂津、敗戦投手は乾、そして西武は五十嵐、実況担当は堂前秀夫でヤフオクドームよりお伝えしました。